魔石獣を呼び寄せる。リップさん、ごめんなさい。もう限界です。私の机が。気をつけてラニー。きっと魔石獣になったラール殿やセイリーン様と同じくらい強いよ。セリフと顔が合ってないわよ。おっと、いけない。色は違うが、前に見た熱戦に似た力の流れを感じる。ということは、おそらく熱戦を撒き散らすつもりです。止めてください。分かっています。この階下には食堂がありますから。そういう話じゃないでしょ。止められないまでも。とんでもないバカ力ですわね。すみません校長先生、天井と屋根に大きな穴が開いてしまいました。まあそれぐらいなら損害は軽微ですし。でもあれ落ちてくるわよ。魔石獣を倒すならアーティファクトを使わないと。校庭に落ちそう。落ちたらすぐにとどめよう。待ってください、ユアさん、危ないですよ。上です、逃げてください。As he just continues walking? ユア先輩、すごい。蹴りでダメージがあったとはいえ、あの魔石獣を手刀で両断とは、やはり逸材。しばらく魔石獣は出てこないんですか？はい、先ほどの戦闘で分かったことですが、リップル殿が特級員を持つ者のマナを吸収することで魔石獣は召喚されるのです。あの魔石獣を召喚したことでマナが尽きた。またマナが溜まるまでは同じ現象は起きないということですよね。よく理解なさってますね。あのもう一つ質問が。出てくる魔石獣が元獣人種のものばかりなのはなぜでしょう？リップル殿自身が獣人種であるからでしょう。獣人種は第六感的な感応能力に優れています。念話すら使えたとも。そういった種族ならではのつながりを利用して呼び寄せているんですね。そういうことですか。リップルさんにしかこの仕掛けは組み込めないというわけです。むしろこのために獣人種のハイラルメナスを生み出した可能性も。
仲間をそんなことに利用されるなんて、リップルさんがかわいそう。地上を対等に見ていないハイランダーが多いからこそこのような発想に至ってしまう。恥ずかしいことです。まあまあみんな、ものは考えようだよ。魔石獣になっちゃって困っている仲間を眠らせてあげるいい機会かもしれない。周りに被害さえ出なければね。はい、私たちが絶対被害は出させません。ありがとうみんな。失礼します。どうぞ。ラバ兄様。エリス、心配してたわよ。後で話を聞かせて、今は急ぎだから。お二人ともどうかなさいましたか？隣国ベネフィクの軍が国境を越えました。セオドア様には急ぎ城に戻られるようにと、ウェイン王子が。すぐ聞こえる？いいお湯。今日も当番の間何も起きなくてよかったわね。そう思ってない人もいるようですけど。あれから一回も魔石獣が出てこない。いいことじゃない。それはそうなんだけど、鍛錬の成果を発揮できる場は必要だと思わない？思わない。何も起きない方がリップルさんのためにもいいわ。それもそうなんだけど、リゼロって国境付近の話って何か聞いてる？両者睨み合いが続いているらしいという話ぐらいですわね。ということは、プリズマーにも動きはなしか。はあ、まるで好きな人に振り向いてもらえない時のため息みたい。まあ好みのタイプはプリズマって言っちゃうぐらいだし。クリスはいつも思うけど、本当に外見と中身が全然別物よね。やっぱおっぱいちゃんなのに頭はムキムキちゃん。キヨ先輩、近づいてくる気配を悟れなかった。さすがだ。待てよ、魔石獣が現れないのなら。ユア先輩、この間の魔石獣を手刀で切り裂いていたのすごかったです。どうやったのかぜひ教えていただけませんか？できれば実践を交えて。断る。どうしてですか？動くの嫌いだから。そう言われてしまうと、どうすれば教えていただけますか？ユア先輩、私も教えてほしいことあった。それを教えてくれたら実践でも何でもやる。本当ですか？何でしょう。私に教えられることなら何でも。どうやったらこんなに胸が大きくなるの？これは自然と。それじゃ参考にならない。私巨乳になってモテたい。おっぱいちゃんみたいに世間に谷間を見せつけたい。そういうつもりはありません。とにかく私の胸を大きくする方法を教えてくれたら、いくらでも戦ってあげる。レオーネ、私もわからないわよ。それに重くて肩が凝るし、ジロジロ見られるし、いいことなんて。それは贅沢な悩みってやつよ。持たざる者の気持ちはわからない。ラフィニアさんはユア先輩の肩を持つのですね。リーゼロッテはちゃんとあるから余裕で構えてられるのよ。肩が凝るほどじゃないし、ある意味一番いいわよね。そんなこと言われましても。それにリンちゃんに胸元でもぞもぞされなくていいし。一度リーゼロッテも体験すればいいんだわ。行けリンちゃん。ダメですわ。助けてくださいまし。リーゼロッテ本気で怒ってたね。迫力あったね。怖かった。ラフィニアさん、渡したいものがあるんです。制服に着替えて校長室まで来てくれますか？セオドアさんからあなたにと。これ新しいアーティファクトですか？ええ、ラフィニアさんの持つシャイニーフローとベースは同一だけれど、2つのギフトを持つ改良型だそうです。すごい、ありがとうございま す。セオドアさん、新しいアーティファクトを作る暇なんてなかったはずなのに。でも大助かりです。はい。それとそのアーティファクトの2つ目の力は、
人の傷を癒し、回復させるもの。そんな高価なアーティファクト、初耳です。かなり希少で、数を作れるものではないそうですよ。だからこそ、あなたに託したいのだと。セオドア様。それと同時に、リップル殿のことをよろしく頼みます、と。はい、必ずリップルさんやみんなを守ってみせます。うまく扱えるように早速特訓しなくちゃね。そうだね。クリスってば、セオドア様のことになるとすぐそういう顔するよね。別にそんなことないよ。あれは急いで火を消せ。魔石銃を倒したから消火を早く。何事ですか校長先生。リップル様の霊の現象が起きて、魔石銃を異空間へ隔離し討伐したのですが。シルバさん、シルバさん、シルバ先輩。ひどい怪我だわ。大丈夫だ。それよりリップル様を早くも連れしろ。こんな姿を見せるわけには。リップルさんの保護を。はい。あなたほどの人がここまでやられるとは、よほどの魔石銃だったのですね。面目ありません。これは僕の不手際です。違う、シルバさんが悪いんじゃない。あいつのせいだ。あいつ、すまねえ。ラティ、ブラム、一体何があったの。あの先輩が魔石銃にやられそうになった俺をかばって大怪我を。違うんです。ラティは私を助けようとして、だから私のせいです。本当にごめんなさい。謝って済むか。お前たちのせいでシルバさんは。よせ、よく確認せず異空間への隔離して巻き込んでしまった。こちらのミスだ。それにルーンを持たない力なき者を力ある僕が守るのは当然のこと。怪我はなかったか。ありません、かすり傷一つないっす。そうか、ならいい。シルバさん、シルバさん、シルバさん、いけません、急いで医務室へ。待ってください、私が何とかしてみます。癒しのギフト、ぜひお願いします。はい。大丈夫、ラニならできるよ。違和感がありますか。はい。それでいいんです。いつもと違うギフトに力が流れている証拠。そのまま続けてください。手の先に意識を集中して。はい。これが治癒の力のギフト。マナの動きが複雑すぎて簡単には再現できそうにないな。その光をシルバさんにかざしてあげてください。はい。おお、怪我が治っていく。治癒のギフトは術者への負担が大きいのか。なら、ラニ、手伝うね。ギフトそのもののマナは難しいけど、ラニのマナに近い波長なら。クリス、いけそう。これならもっとやれる。もう大丈夫ですね。お二人ともありがとうございます。さあ、シルバさんを医務室へ。はい。ありがとうな、シルバさんを助けてくれて。いえ、当たり前のことですから。ありがとう、クリス。助かったわ。She could have thanked English too. She helped too.Oh.
二人とも大丈夫か？大丈夫。本当ですか？だってそれとっても辛いやつでは。辛い。でも美味しい。刺激的な味よね。しかし激辛料理か。地元を思い出すな。出身はどこだったっけ？北方のアルカードだよ。あっちは寒いから辛いもん食って体を温めるんだ。うん、だから激辛料理は慣れてるし、食べると故郷の味って感じがするんですよね。じゃあプラムも食べる？食べたいんですけど量が。それじゃあ私のを分けてあげるわ。ありがとうございます。俺にもくれよイングリス。うん、いいよ。ダメ。なんでだよ。関節キスはいけません。はいはい、わかったよ。今日はプラムの言うことを素直に聞くんだね。まあ昨日はやらかしちまったからな。お前たちにも世話になった。そんな、ラティは悪くありません。私を助けてくれようとしただけですし。それでも助けられてちゃ世話ねえよ。シルバ先輩にちゃんと謝らねえと。でもあの時も怒ってはいなかったよね。うん、ずっとかばってた。初対面から当たりが強かったから、てっきり銃騎士科の生徒を嫌ってるのかと思ったんだけど。あ、わかった。きっと男の子が好きな男の人なのよ。だからラディには優しかった。どう？そんなはずねえだろ。そうですよ、これ以上ライバルが増えたら困ります。じゃあなんで私には厳しかったの？何言ってんのよクリス。女の子だからに決まってるじゃない。シルバ先輩は男の子が好きなの。人のことを勝手に決めつけるのはよしてもらおうか。I didn't even notice シルバ先輩。お加減はもう良いのですか？あ、傷跡もほぼ消えた。すごいギフトだ。あの、昨日はすみませんでした。本当にごめんなさい。気にするな。もともとはこちらのミスだ。それより、僕の方こそ君たちに助けられた。非礼を詫び、礼を言わせてくれ。ありがとう。こちらこそ、生意気言ってすみませんでした。すみませんでした。みんなで謝ったから、これでお相手ですね。ああ、そうしておこう。はい、ラニは終わり。次は私と。いっぱい食べたし、午後の当番も頑張ろう。と言ってもシルバ先輩たちが倒したから、またしばらく魔石獣出てこないよね。はあ、もうクリスったら。こんな応募。どうぞ。失礼します。引き継ぎの時間になりましたので来ました。ご苦労様です。あの、何か怒っていたみたいですけど。ああ、ごめんなさい。つい、実はこの騎士団がリップルさんを保護すると一方的に通達してきたんです。なぜ今になって急に？それがリップルさんをハイランドへ返し、新しいハイラルメナスを迎えるためだと。そんな、リップルさんの具合がちょっと悪いからって変えようだなんて物扱いじゃないですか。リップルさんは引き続きアカデミーで保護します。ですよね。でもミリエラ、この騎士団と対立なんかしたらみんなが困るんじゃ。困ることなんてありませんよ。リップルさんを守るのは私たちがしたいことですから。校長先生の言う通りです。私たちに任せてください。みんな。こんなタイミングでプリズムフローだなんて。魔石獣は私たちの都合などお構いなしですわね。校長先生、リップルさんの件どうするつもりなんだろう。
レイン王子にお伺いを立てると言って時間稼ぎをするようですわ。それでラティとプラムが手紙を持ってフライギアで飛んでったのね。王子がいらっしゃらない時に間が悪いですわね。でもこれで汚名を返上できるって二人はやたら張り切ってたわ。どうしたの？間が悪いタイミング。え？ああ、この雨は仕方ないんじゃ。そうではなく、ウェイン王子がいらっしゃらないタイミングでのこの騎士団の動き、もし誰かが後ろで糸を引いているとすれば。ネオーネ、分かってる？は？ Wait, what was that?雷の獣。お兄様が愛用しているアーティファクトの力よ。But I'd rather they have backup. Leo, Nisama. Yo, 久しぶりだな、レオーネ。待ってください。他にも誰かいます。Another secret group? Oh, it's getting more interesting.